ニャーケビー、超かわいいニャー。うさサタン、そこはダメニャー。こうけこっこー。ニャン、朝だニャン。起きるニャン。ニャン、なんだか、半身が冷たいニャン。嫌な予感がするニャン。まさか。ニャン、お漏らししちゃったニャン。どうしようニャン。バレたら怒られるにゃ。ジバニャン、朝だよ。起きて。妖怪体操の時間だよ。にゃん、俺っち、今日は眠いから、もっと寝ていたいにゃん。ダメだよ、そんなこと言ってちゃ。妖怪体操はね、ジバニャンがいないと始まらないんだからね。はい、起きて。やめるにゃん、やめるにゃん、にゃん。あ、この野郎、お漏らしやがったな。ごめんにゃん。黙れ。ごめんで済めば腹巻き焼却炉はいらないんだ。地場野郎、今からお前に罰を与える。にゃん、やだにゃん。お前な、なんでお漏らししたかわかるか？にゃん、昨日の夜ジュース飲みすぎちゃったにゃん。違う、腹に巻いてる、それが原因なんだ。にゃん、この腹巻きにゃん。そうだ、この腹巻きな、おしっこの色してるだろ。こんなものを腹に巻いてたらお漏らしで当然なんだよ。違うにゃん、関係ないにゃん。この野郎、口ごとですんじゃねえ、お漏らししやがったくせに。ということで、こんな腹巻きがなければ、そもそもお漏らしはせずに済んだんだ。にゃん、つまりどうしろっていうにゃん。こうする。ボーボー。にゃん、オレンジ、この腹巻きすごく大事にしてるのにゃん。猫のお漏らしには、おしっこりの腹巻きのおもやしが効果的だ。お漏らしには、おもやし。ブーボーブーボーブ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 ー